スタート画面をカスタマイズする方法をご説明します。スタート画面に表示されているアイコンはタイルと呼びます。タイルはサイズや配置をカスタマイズすることができます。また、新たにタイルを追加することもできます。まず、タイルを追加します。スタート画面をスライドし、タイルとして追加したいアプリをロングタッチします。ポップアップメニューが表示されるので、スタート画面に追加をタップします。タイルが追加されました。次にタイルのサイズを変更します。サイズを変更したいタイルをロングタッチします。タイル右下の矢印アイコンをタップするとサイズを変更できます。ホーム画面の空いているところをタップすると変更が保存されます。タイルを削除したい場合はタイルをロングタッチします。タイル右上の削除アイコンをタップすると削除できます。ホーム画面の空いているところをタップすると変更が保存されます。説明は以上です。